ルバイトはできます。ちゃんと合法です。条件としては20時間以上は働いたらダメ、学校の中でしか働けないんです。英語力が苦手な人とかでよくやるのは掃除のバイト、あとはカフェテリアでのバイトとかをよくやってる人がいて、土日も働くことあるんですけど、その時はシフト8時間とかで稼働時間1時間2時間めちゃめちゃいいんで仕事めっちゃ楽なんですよ。ようにさん系です。今回ですね、 BYU プロボのバイト事情、皆さん誤解してる人も多いんで、まず前提言っておくと、アルバイトはできます。ちゃんと合法です。条件としては20時間以上は働いたらダメ、学校の中でしか働けないんです。一応 CPT っていう制度を使ったら外でも働けるんですけど、基本的にはオンキャンパスだけっていうのを覚えておいてください。よく聞かれる質問として、 BYU プロボに行ったらどれぐらいリアルにアルバイトできるんですか、その辺まずどう。バイトをするっていう目的だけなら 100% できます。これは ELC の生徒だったら、まあ一定そのラングエージのレベルがあって、ファンデーション C っていうね、そうそうそう、それ以上超えないとバイトできませんよってあるんですけど、それ以外だったら基本 100% できます。 BYU とかってワーキングのこのデータベースみたいなのがあって、そのアルバイトのリストがいっぱいある。そう、それがなくなることは絶対なくて、絶対何かしらある。英語力が苦手な人とかでよくやるのは掃除のバイト、あとはカフェテリアでのバイトとかをよくやってる人がいて、時給高いよね。そうです、時給高くて14ドルちょっとぐらい。なんか僕も聞いた話、意外と掃除ってずっと4時間5時間掃除してるかっていうと半分ぐらいっすよって、でぐいぐらいサボって待合室で話してますみたいな。ボス公認で。そうそうそう、めっちゃ楽っすね日本のバイトも経験できないですね。たくみ的には今までどんなバイトしてたの。僕、まあ大きく2つやって、掃除のバイトと鍵閉めのバイトやってるんですよ。掃除のバイトっていうのは普通にあのビルディングの掃除するっていう、鍵閉めは朝早く来て開けるか、最後夜まで残って全部閉めるみたいな。それさ、時給換算なの、鍵閉めって。時給なんですよ。5時間分ちゃんと発生してるってことね。発生してます。で、まあ時給15ドル。高っ。鍵閉めで15ドルもらえる。鍵閉め15ドル。何個くらい鍵閉めるの。ビルディング全体なんで、ゆっくりやっても1時間かからんぐらいで終わるんで、土日も働くことあるんですけど、その時はなんかシフト8時間とかで稼働時間1時間2時間めちゃめちゃいいね仕事。めっちゃ楽なんですよね。他になんかじゃあ友達がやってるバイトとかどんな。やっぱり多いのは飲食店系列が一番多くて、カフェテリア、ね、カフェテリアで、カフェテリア何がいいってまかないみたいなのがやっぱあったりするんですよ、うん、そこで食費ちょっと浮かせたりだとか、バイト代プラスなんか2ドルのクーガーミールみたいな。そのね、 BY の中で使えるお金がもらえるんだよ、ね、でなんかそれで貴重品とか買ったりとかも、食費とかもねできる、うん、っていうのが、まあ、1、2番目ぐらいに多くて、あとは自分の行ってるメジャーに沿ったバイト、うん、まあ、例えばエンジニア系だったら、まあ、そのエンジニアリングのものだとか、あとは TA ですね。例えばクラスで成績良くて募集して枠があったら、教授のお手伝いとして授業の採点だったり宿題の採点したりだとか、うん、っていうようなものもあります、ね。僕もね、日本語の TA やってたんで、実際に授業教えたりもするんですよ。それはそれで結構いい経験にもなったし、お金が欲しいからやってるバイトと、スキルを身につけるためにやるバイト、それこそエンジニアリングのものだったり、そういったバイトしてた人っていうのはやっぱレジュメでもめっちゃ強いんですよ。書けるよね。エンジニア系は本当マストぐらいにやってる人が多いんで、そこはやっぱりその学校の授業の中で学びました、インプットだけしましたっていうよりは、ちゃんとアルバイトの中でこういうものを作りましたとか言えるのは大きいんで、あとはクラスで学内インターンシップっていうのがあるんですよね。オンキャンパスインターンね、そうそうです。で、僕そのクラス取ったんですけど、本当に外部のその会社っていうところの中の1プロジェクトにアサインされて、でチームメンバーとセメスターを通して成果を出していくみたいな。何人ぐらいグループは。僕はその時3人やったんですけど、3から5、6人ぐらい、うん、ものによっては本当に、まあ、めっちゃ有名なゼルタとかアドビとか、あ、そう、アドビとか TWC とか、そういったものに入れたら、まあ、その学内インターンシップの中で成績もつくけど、で単位ももらえるし、レジュメにも強い。お金はもらえないんだけど経験がもらえるってやつだよね。何をしたの。じゃあ僕はマーケティングの会社で、海外系のアプリを作った会社のマーケティングをどう立地させるかみたいな、うん、ことをやってて勉強になりましたね。で実際に、まあ、あの収益稼ぐ数字伸ばすとこまでやってみたいな、うん、それがね、あのちゃんと周りがアメリカ人だったりするから、ちゃんと英語で戦わなくちゃいけないから非常にいい経験になるよね。お金はもらえないかもしれないけど、経験っていうところではそういうオプトニティっていうか、その機会もあるんで。そう思うとやっぱりね、 BYU いいとこっつったら、もうなんかもうずっと言ってるますけどあの求めに行ったら本当にいくらでも、うん、本当にオプションは何でもある。それこそ3万4000人のマンモス校なんで、学部もそうだし、アルバイトもそうだし、ブランド力も強いしっていうところでは本当に問題なくって感じだよね。問題なく、何でもあります。皆さん次第ということで。あ、そうですね。機会がなくてこれを取れないってことはないんで、うん、あとは本当に皆さんの努力次第でどうにでもなるかなっていうところはしといてもらえたらなと思っております、はい、この動画が役に立ったって方はぜひいいね、チャンネル登録、あと通知ボタンですね、概要欄に僕の SNS も貼ってますので、よかったらフォローしてください。じゃあ今回この辺で、またね、バイバイ。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。